ジャック・バーンズ・マクダウェルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市、バン、ナイズ出身の元プロ野球選手。トを右トウミギ現在は、ロックバンド、スティック・フィグアーのミュージシャン。高校時代、1984年の MLB ドラフト20巡目で、ボストン・レトソックスから指名されたが、この時は入団せず、 スタンフォード大学に進学した。1985年には第14回日米大学野球選手権のアメリカ合衆国代表に選ばれている。1987年の MLB ドラフト1巡目でシカゴホワイトソックスから指名され、プロ入り。いきなりその年の9月15日にメジャー初登板、初先発。シーズン残りの2週間で4試合に先発し、参勝。 礼拝防御率1.93の驚異的なデビューとなった。1988年は開幕前から新人王候補にもなり、大きく期待されたが5勝10敗、防御率3.97に終わる。1990年には14勝9敗を上げて、期待に応え、1991年には17勝10敗を上げて、オールスターに初選出された。 1992年には初の20勝を挙げ、1993年には自己最多の22勝を挙げて、アリーグ祭、ヤング賞に選ばれた。チームの地区優勝に貢献したが、リーグチャンピオンシップシリーズでトロントブルージェイズに敗れ、ワールドシリーズ出場はならなかった。1994年から1995年の MLB ストライキで、 シーズンが短縮された1994年は10勝9敗に終わり、この年限りで移籍。1995年はニューヨークヤンキースに移籍。7月18日、ヤンキースタジアムでの古巣ホワイトソックスとのダブルヘッダー第2試合で先発。ホワイトソックス打線に捕まり、ヤンキースファンからブーイングを浴びると、ヤンキースファンに中指を立てた。 この年それでも15勝10敗の成績を残すが、1年限りで、クリーブランド・インディアンスに移籍。1996年には13勝を9敗だが、防御率は5.11。1988年から1995年の間は、毎年3点台の防御率であったのが、一気に悪化。1997年は8試合の当番で3勝3敗に終わり。 フロリダ・マーリンズとのワールドシリーズには登板できなかった。1998年にはアナハイム・エンゼルスに移籍し、1999年、限りで現役を引退した。現役時代からギターを演奏し、シーズンオフには1992年に活動を開始したバンドスティック・フィグアで演奏。引退後はそちらの活動が主で、 ザスミザリーンズの前座として出演したこともある。ありがとうございます。